さっきの話、弥生さんに聞かれませんでしたかね。僕も忘れてもらっちゃ困るな。そうだ、面白いもん手に入れたんだけど、お前も来るか？うん、これから僕の部屋で見ようかってことになってたのさ。これは見てのお楽しみだって。さてどうする？よし決定。じゃあ早速行こうぜ。その前に、ハヤトの家、他に誰もいないよな。ああ、僕らだけのはずだよ。よし、じゃあ出すぞ。じゃじゃーん、これだ。あ、それは…滝沢、どこでそのようなものを手に入れたのかね。ああ、この前セミを追いかけて公園の茂みに入っていったんだよ。そしたらさ、足元に何かあったんで取り上げてみたらこれだったってわけさ。てなわけで、オイラもまだ見てないし早速見ようぜ。なるほど、人目を気にするわけだ。うるさい。見るぞ。見るからな。ハヤトちゃん。あら、高山くんたち来てたんだ。弥生。みんなの飲み物を持ってくるのを忘れていたようだね。ちょっと失礼。ベースクイーン、レオタード。これはまあ、その…
ったようだね。ハヤト、お前一人で逃げやがって。いや、弥生はしょっちゅう勝手に上がり込んでくるのさ。そういうことは先に言え。まあ彼女のことだから言いふらす心配はないと思うけど。でどうする？これまたの機会にしないかい？そうだな。そんじゃまあ今日はこれで解散ということで。そうだね。に死体が埋まってるとか、天井の黒いシミが日増しに大きくなってるとか。秘密の座敷牢に忍くんの双子のお兄さんが閉じ込められてるとか。うきゅー、怖いです。あの家に私の知らないそんな秘密があったですか。他人には見せられない理由って。だから何なの？しのぶくん、お菓子は捨てがたいな。このバカ。しのぶくん、
そんなことを恥ずかしがる必要ないよ。僕らは気にしないよ。だから近いうちじゃ嫌なんだよ。和樹くん、それはわがまま言い過ぎじゃない？あんた暇つぶしがしたいだけでしょ。しょうがないから、リンの家で我慢するか。我慢って何よ、我慢って。リンの家ならアイスも食えるし。おいらちょっと。ちょっと、どこ行くのよ。和樹さん、どうしたですか。僕に触らないでよ。和樹くんってば。はいです。それじゃあ皆さん、またです。2人とも行っちゃうの。本当か。なんか嘘くさいぞ。ないわね。
私の顔見たまま固まっちゃって。またまた、恥ずかしいからって嘘言っちゃダメよ。しのぶさん、嘘は良くないですよ。ご機嫌斜め。誰のせい？年頃ね。眠くて。しのぶちゃんの布団余ってたから。ちょっと横になったら寝ちゃった。何？休みだし、一緒にどっか行かないと思って。でも学園は休みでしょ。いいじゃない、戻らなくても。私は今のしのぶちゃんの方が好きよ。バカ。おはようございます。みことさんと何かあったですか？ぎゅー、なんか怒ってましたよ。それならいいんですけど。あ、ご飯できてますよ。はいです。
おはよう。どうしたの？気の抜けた顔して。怒ってて欲しかったの？女心と山の天気は変わりやすいものなのよ。まあまあ、いいじゃないですか。そうよそうよ。どうしたんですか？来るのよ。よう、しのぶ。なんだなんだ、オイラと会いたくなかったみたいだな。なんだかよくわかんねえけど、まあいいや。ところで、しのぶは何してんの？え？オイラも別に何にもしてないけど。オイラ、ずっと気になってることがあるんだよね。さっき商店街を歩いてて思い出したんだけど。オイラが食い物のことしか考えてないと思ってんだろう。最近リンに似てきたぞ。どういう意味だよ。それだよそれ。あそこに薬あるだろ。ほら、肩こりシールみたいなやつ。そう言って？何がだよ。何か知ってるんだな。オイラもそのうち使うのか。使いたいとかそういうことじゃなくて、オイラ
らが知りたいのはあれが何なのかってことだよ。そんなことしなくても忍が教えてくれれば済む話じゃん。恥ずかしいものなのか？もったいぶってないで早く教えろよ。あれは？これ、高山くんと、カズキのバカ。その声は…なんでオイラだけバカがつくんだよ。バカはあんただけだからよ。凛ちゃんとお買い物。しのぶ、さっきの続き。話って？何のこと？オイラは気にするぞ。何の話なの？教えてよ。あのさ、薬局の前に積んであるあれ、なんだと思う？あれって、あの肩こりシールみたいなやつ？そうそう、リンは知ってる？あれね、僕も不思議だったんだ。なんだろう？え？高山くん？知ってるみたいなんだけど教えてくんないんだよね。あれ高山くん知ってるの？ねえねえ、何なの？教えてよ。教えろよ。何したってんの？